第三節東洋哲学の代表格である「仏教と道教」東洋の哲学や宗教の経典は非常に難解であり普通の人ではとっつきにくいものですキリスト教の聖書が比較的理解し安い言葉で書いてあるのとは対照的ですさっぱり意味の理解できない仏教の経典に比べキリスト教の聖書は読みやすく神を信じれば 死後天国へ行けると分かりやすく説明してあるため帰依する人が多いのです実は仏教など東洋哲学の経典が難解なのは漢文で書いてあって読みにくい上えに修行による感覚能力の向上や意識状態の変化がないと理解できない状態について述べいるからですこのような高度な漢文読解力を持つ人は少なくまた 感覚能力や意識状態を変化させるような修行は物質文明に読された現代人ではなかなか実行できないからです。現在の日本の状態ではキリスト教系の病院へ牧師が現れてもキーには感じられませんが袈裟をつけた坊さんが病院へ来たら縁起でもないと言って追い出されるでしょう。もっとも日本という国はキリスト教が伝来してから かなりの時間が経過しているもにかかわらず、キリスト教徒の人口は1%くらいに過ぎず、キリスト教会の努力の割には布教に成功していない例外的な国ではあります。仏教の代表的経典である般若心経に、色即是空、空即是色という有名な文句があります。解説書を読むと、色とは、目に見える色彩を持っている物質的現象を意味し、 空とととは実体がないいことであると書かれています。現代語訳では物質的現象には実体がない実体がないからこそ物質的現象でありえるのだと書いてありますなるほど量子力学の結論のように物質の本体は波動であるから実体がないわけだと理屈をつけてみてもなんとなくわかったような気分になるだけで一向に腑に落ちません 空とは何かを調べてみるとあると思えばなくないと思えばあるものが空であると書いてあり頭の中は余計に混乱状態になります前にあるテルミゴウン海空ド一切クワザワイという句の意味はゴウンこの世の5つの構成要素が空であるとテルミ理解するの意すればこの世の一切のクワザワイ苦しみや災難から逃れることができる というう意味だそうですしかし空を言葉の上だけで理解したからといって病気をはじめとするすべての人生の苦しみが消失するなどという事態は起こるはずがありませんよく読んでみると空を理解するには半若原ひそ方深淵な知恵の行という特殊な修行が必要であると書いてありますですから半若心行を読んで 言葉だけを頭で理解しようとしても絶対に空は理解できないのです。また、般若腹ひそかた深淵な知恵の行などというものは普通の人間には宇宙人の言葉としか思えずどんな修行方法なのかも皆目わからないと思います。仏教の内容を分かりやすく解説すればその目的は成仏すなわち仏になることです。成仏とは ネハンニルバーナという究極の悟りの境地に到達することで死ぬことではありません。しかし、この境地に達するには厳しい修行が必要とされ、普通の人間には実行困難であるとしか思えません。仏教とは本質的に自分の力で厳しい修行を乗り越えて悟りを開く修行法であると言えます。このように 自分の力に頼って修行するやり方を自力本願の教えと言います。これに対し、一心に仏様にすがり、南無阿弥陀仏すなわち阿弥陀様に帰えしますと、念仏を唱えるだけで成仏できると、特、浄土宗や浄土真宗などの教えもあります。これを他力本願の教えと言います。残念ながら、私のような凡人には、 自力で修行する自力本願の教えは厳しすぎてついていけないような気がしますさりとて他力本願の教えもこんな簡単なことで悟ることができるのかという疑念が起こってとても信じる気になれません東洋哲学の道教の原点というべき老子道徳経は天地自然の理について述べていますがその第一章に次のようにあります道かど 非常道名家名非常名無名天地これはじめ有名万物これ母道のい道卯柿は常常の道にあらひず名の名づく柿は常の名にひず七木は天地のはじめにしてなあるは万物の母なりこの文章は道について述べています道とは東洋哲学が目指す根本原理で 天地自然の理の理ことを指します直訳すると道とはこれが道だと言葉で表せるようなものではない言葉でつけた名前は決して実体を表していない天と地は名前のつけようのないものから出現したものであるとなります老子は我々が本を読んで頭の中で言葉だけで物事を理解しようとしても 決してて真理には到達ででできないといいととうことを冒頭で述べているのです老子は人間が物事をあれこれいじくり回す人員を嫌い何でも自然の成り行きに任せる方がいいのだと述べていますさらにあまり勉強しすぎて知識ばかり増やした人間は逆にバカになると説いていますまた人間が何もしないことより むしろあれこれやりすぎることにより災い災いを起こす愚かさについて述べています。老子道徳経には、ウエジェンは、水のごとし、大道を捨てれて、神義あり、大器は、万ナス、君子は氷変す、など有名な言葉が多くあります。老子は、宗子や列子などとともに、東洋哲学の古典と言われ、その教えは、道教と呼ばれて、 仏教の前などに影響を与えています。道教の最終目的は養生による不老長寿であり老子宗子などの古典は原理を東洋医学の原点の規定内経はその具体的な方法論を説いています。前述したように規定内経の内容は千島学説の原理と驚くほど似ておりこの原理こそ。 関東の難病に対する正当的な治療法の根本原理であると確信します。最後に、この東洋医学における病理官の根本原理について述べます。西洋医学的病理観とは全く違いますので、すべての先入観や規制概念を捨ててしっかり把握してください。この原理が理解できないと治療法を示しても何のための治療か理解できず、 したがって、ガンチゆえの扉も開けません。